次にこの問題を取り上げましょう。実数 ABC について、実数係数の二次方程式 AX 乗プラス BX プラス C イコール0が異符号の実数解を持つ、片方が正、片方が負、そういう二解を持つという条件と ACE が負っていう条件では論理的にどういう関係があるかということです。でまず簡単に分かることは、解と係数の関係を知っていれば二次方程式を2回アルファベータとしてやると、アルファベータが A 分の C、 こういうふうに表されるわけですね。でアルファベータが A 分の C と表される、でアルファとベータが異符号であるということは積が負ということだと。積が負ということは A 分の C が負ということ、 A 分の C が負ということは A と C が異符号ということ、 A と C が異符号ということは A×C って積が負というふうになりますから、この関係でこちらが成り立つということは、解と係数の関係を知っている人ならば当たり前。この矢印がなぜ成り立つか考えるまでもない、そういうふうに、ぜひ理解してほしいと思いますね。で、まあ、今私はこれを代数的に導きましたが、直感的にですね、図形的に考えることもできます。でそれはどういうことかというと、この二次方程式が異符号の実数解を持つということは、この左辺を y と置いた x の二次関数で、それが x 軸と x が正のところと x が負のところ、1点ずつで交わるということです。でグラフで言えば、例えば a が正であるとすれば、こういうふうになって、で片方が負、片方が正のところに、もしかしたらグラフ上に凸かもしれません。でそういう場合でもこういうふうに x 軸の正と x 軸が負、そういうところで交わるということですね。でそういう条件が成立するときに、例えばこちらは A が正の場合ですけど、 A が正の場合で、実はここのところはこれは C なわけですね。と A が正でこれ C が負、A×C が負になりますね。 A が負の場合、上に凸の場合、ここのところに C が出てくるわけです。でこれは当然 C は正の位置になりますね。A×C は従って負。でこういうふうに幾何学的に論ずることもできるでしょう。まあしかし私としては、こんなのはいちいちグラフを考えるまでもなく、解と係数の関係で分かる。でそういうふうになってほしいというふうに思います。で問題はですね、この方程式が異符号の実数解を持つための必要十分条件というのを考えろという問題。この問題よりもより高級な問題としてすごい大切な点があるわけです。この二次方程式が異符号の実数解を持つための条件、持つための必要かつ十分の条件ですね。我々はこれが単なる必要条件として必要だということは今分かったわけです。しかしこの二次方程式が異符号の実数解を持つための単なる必要条件ではなくて、必要十分条件は何かというふうに考えますと、多くの皆さんはまず異符号の実数解を持つために、この方程式が2つの実数解を持たなければいけない。だから判別式を考えて B 次乗マイナス 4AC、 これが0より大であることがまず必要だと。でこの条件があるとき、この二次方程式は2つの実数解です。でその実数解が異符号であるための条件はと考えて、アルファベータが負、このアルファベータが負という条件に相当するのが、先ほど言った A 分の C が負、こういう条件だと。でだからこの2つの条件を連列して、初めてこの右側の条件の必要十分条件が言えるんじゃないかと、そういうふうに考えると思うんですが、実はよく見るとこの条件は、上の条件 B 次乗マイナス 4AC が正というのは B 次乗が 4AC より大ということですね。 B の次乗っていう実数の次乗が 4AC より大という条件なんです。でこちらは先ほど言ったように A 分の C が負という条件は A×C が負って言ってもいいんですね。 AC が負というふうな条件があれば、この条件は B の次乗って0以上の数があり、AC という負の数を引くんですから、0より大、この式は成り立つに決まっているわけですね。つまりこの2つの条件連立してますけど、この2つの条件連立しても、実は端的に A 分の C が負、あるいは先ほど言ったように A×C が負って、この条件と同値になるわけです。書いても
意味がない条件ということですね。言い換えればどういうことかというと、この AC が負という条件があるだけで、この右側の矢印も成り立つということです。で、この右側の矢印が成り立つというときに聞いているのは、B が実数であるという条件で、B が実数であるからこそ B 次乗マイナス 4AC は AC が負で、失礼、 AC が負であるならば B 次乗マイナス 4AC は必ず、マイナス 4AC 以上であると。 B 次乗は0以上ですから、ここで B が実数という条件が効いている。でマイナス 4AC 以上って言うんですが、 AC が負って条件がありますから、この条件をここで使ってやると、これは絶対0より大というふうに言える。つまりこの AC が負という条件が成り立つだけで B 乗マイナス 4AC が0より大、この方程式が異なる2個を持つという条件がその中で含まれているということ、でこれがこの問題の重要なポイントです。